ん、大きい飛行機だよ。皆さんに人質を演じてもらう。さあ、ついに幕が上がるぞ。いつの間にか誰もいなくなった。運がいいな小僧、人質にしろって指示だ。突入だ。5分以内に八つ裂きにしろ。目の前の彼女は俺にとっての天使。この脈今朝寝たはずの記憶重ね合う目に映る置き去りにした片隅で答えは見つからず世界は地獄へと How beautiful never leave me alone Freedom never let me go Believe what I be Have on earth What is fear 求めすぎるほど偽りに目隠しされしそう胸さまよう道なる未来が待っている優しさが救いなんだ この番組は陽空トゥードビリビリ AC ファンの提供でお送りします。2002年の国連大会で史上初の満場一致で通過した決議に関するものね。国家あるいは組織が次世代技術の所有権を主張してはならず共有財産とする。これによりナノマシン技術を応用した先兵などの MDW が廃絶され平和な時代が訪れました。さてこの決議の発案国はどこでしょう。孫保健、孫保健、孫保健。な、目の前の彼女は空から降りてきた天使だと信じていたが次の瞬間伏せろ。悪魔、正真正銘の悪魔だ。降下完了。2名射殺した。モールの地図情報と監視カメラの制御。なんでもう戦えなくなったのに何も殺すことはないだろう。私の受けている命令は殲滅。それに死に損なうことは彼ら軍人にとって屈辱でしかない。軍人？こいつら一体何者なんだ。 B ホログラム映像の用意を。1階の監視カメラ。ボス、応答がありません。調べてきますか。了解。お前らもついてこい。誰か私たちを助けに来たんだ。きっと助かるよ。ニワトリが騒いでるようだな。なんだどうした。あんたらの命は俺の手の中にある。いつ殺してもいいんだぞ。安心するのはまだ早い。一体何が不満なんだ。こんな八つ当たりして何になるっていうんだ。罰当たりめ、この社会のクズども、悪魔めが。面白いこと言うね、じいさん。確かに罰当たりな悪魔だ。
でもな、一つ訂正だ。俺たちはな、戦場で捨てられた亡霊なんだよ。すでに死んだ人間だ。貴様、あなた、もうやめて。心配するな。旦那さんとの会話は楽しめたよ。だが楽しい時間はすぐに過ぎてしまう。5分後にまた一人殺さないとな。そうだな、せっかくの機会だから。妻に手を出すな。やるならわしにしろ、この人でなしめが。死に急ぐことはない。観客はまだ揃ってないしな。目標17、時間が5分。おい、気づかれたみたいだけどどうするんだ。応援はまさか一人だけ。一人で十分だ。お前ら2階へ、残りは屋上だ。来た、上がってくるぞ。死にたくなければ隠れてる。 B、 下に行く。他のルートは。作戦開始。安全だ、降りていい。ちょっと手伝ってください。優しさはないのかよ。なぜここまで冷酷に。ひょっとしてロボット。リー教官、決定事項を伝える。先兵17号へのサポートはこれで打ち切る。何、どうして。彼女のパフォーマンスは最高だ。だが体がナノマシンの侵食に対し、これ以上は耐えられない。ちょっと待ってください。武装解除後1年の自由時間があるはずでは。時間と金の無駄遣いなんだよ。先兵の維持費はお前が一番よく知っているだろう。金なら私が。最後の1年、せめて彼女に人間らしい生活を。リー教官、市場は挟まないようにしてくれ。彼女を育てたあなたの気持ちはわかる。だが考えてもみろ、彼女が社会に適応できるか。野生をなくしたペットを自然に戻せば、結果は死を待つよ。そうやって使い捨てるのか。彼女は機械ではない。それはどうかな。我々にとって殺戮用の機械。任務が終われば存在の意味もなくなる。おい、いつまで隠れてる。終わったのか。 B、 ホストに接続。
メインフレームを制圧して。それと君、少し手伝って。俺？何を？掃除の準備だ。あと2分。どうやら交渉は諦めたようだな。ボス、奴らは先兵を送り込んできました。交渉する気がないなら全員処理しましょう。銃を下ろせ。今死なれては困る。突入してきたら肉のシールドになってもらわんとな。先兵か。それはそれ、来る者は拒まずだ。話し合おうじゃないか。隠れてないで出てこいよ。今の声は届いたと思うか。上のお客さん、聞こえたか。早くしないと年寄りが痛い思いをするだけだ。それに次の一発はな、どこに当たるか分からんぞ。武器を捨て人質を放し、投降しろ。LPSA に兵なしってやつか。こんな小娘を先兵に仕立てて、お前の銃 BB 弾使ってんじゃないよな。戦場でもこうして女子供を舐めているのか、集中論。記憶が間違っていなければ、あなたは第一世代の先兵、初の実験隊で様々な戦いに参加した私の大先輩だが、今の先兵は第三世代、つまり淘汰されたゴミ同然。お嬢ちゃん勉強熱心だな。時代の流れってやつだな。お前も例外じゃない。さて、どこにいるんだ。大先輩を倒す。なぜ行動しない。答えは。おい、まさかこんなタイミングで交渉。任務失敗、ずらかろ。彼女はどこだ。知らない。ボス、歩行戦車がハッキングされたようです。いい計画じゃないか。あなたたちの注意を引きつけろとしか言われてなくて。処刑まであと10秒。この前はうまく逃げたが、安心しろ、今度はちゃんと死んでもらう。ねえ。答えだ。お前を必ず倒す。こういう計画だったのか。お嬢ちゃん、なかなかやるな。女に驚かされるのは久しぶりで嬉しいぞ。しっかり受け止めろよ。人質は保護したのか。まだ1名残ってるようです。局長、人をバカにするのも大概に死ぬを。局長。ソルジャーよ、お前の魂はどこだ。いつまで逃げてるつもりだ。どうした小娘、早く出てこい。俺を殺してみろ。なら殺してやる。これでどう。火力全開。そんなものでは俺は倒せんぞ。近接戦ならこっちが早い。
任務完了、目標排除。まだいたの、早くここを出て。動くんじゃない。さもないと小僧の頭が吹き飛ぶぞ。相当の連中に伝えろ。撤退してもらう。聞いてるのか、返事をしろ。いいか、3つ数えたらこいつを撃つ。1。何をしてるんだ。何、冗談じゃないよ。信じて。3。ルリー、調子はどうだ。 B の刺繍作ったの。なかなかの出来だ。なあルリー、新しい任務がある。今までと違って自由に時間を使えるんだ。街で友達ができるかも。行かせてください。私には銃を持つことしかできないし、出会った人はみんな死んじゃった。ルリにとって一番嬉しいことは教官に褒めてもらうこと。それ以外何も欲しくない。そうだ、任務が終わったらたこ揚げに連れてってください。そうだな、必ず連れていく。三宝剣。わかりません。雨が吹き込んでるから窓を閉めてもらおうと思っただけよ。例の事件で頭でも打ったの？本当に大丈夫？あの事件からもう1週間経った。危機一髪のところで警察に助けてもらった。彼女は最後口を閉じていたのに、なぜか言葉を感じた。本当に頭でも打ったのかと思う。やっぱり早く忘れなきゃ、あの日の出来事と。彼女も八百八チーとひなばち、応援よろしくお願いします。